お前のレウスがどんな力を持っているのか、大穴が発生する理由も、レウスを捕まえようとしていた連中の正体も、わからないことだらけだ。でもお前とレウスの絆の強さは分かった。それが凄まじい力をねじ伏せられることも。カイル、大穴のことは俺たちも調査する。ハンターとライダーで当たった方が効率的だからな。カイル、さあ戻るぞ。人間はとても興味深い。私たちより成長する速度が速いから。あなたも変わった。マハナ村で出会った時よりずっと頼もしくなった。そういえばレウスのことだけどな、アイルから気になる話を聞いたんだ。え？破滅の翼だかなんだか知らないけど、大昔とんでもない力を持つレウスがいたそうだ。その伝説を記した石碑のある村があるらしい。その村はどこに？ベルガ火山を越えたところにあるらしい。もしかしたらあんたたちのレウスと関係あるかもしれないと思ってさ。それは行ってみるしかないな、ライダーさん。ベルガ火山を越えたところといえばヌアッテ村のことかも。ルトゥーよりも外との関わりを絶っている地だったはず。でもそこに伝説の石碑はあるんじゃないのか。迷っている場合じゃないわね。行きましょう。教えてくれてありがとう、オルゴ。それじゃあここからは別行動ね。私たちは大穴の調査に向かう。何か分かったらこの子を飛ばして知らせるわ。ああ、分かった。レウスを奪おうとした覆面のライダーたちが気になる。気をつけろよ。行くぞ、月野。了解。みんな、またね。さあ、俺たちも行かないとな。ベルガ火山まで俺が案内する。支度をしたら出かけようぜ。